はい、そうしましたら出題される技能については先ほどの話にもあったように英検2級準級ともに変わらず4技能で出ておりまして、リーディング、リスニング、ライティング、スピーキングの 4技能になっております。でスピーキングのみ従来型では別日にスピーキングが第二次試験という形で出るのですが、あの CBT の形ですねっていう場合には同日にスピーキングもまとめて行ってしまうという形になりますので、その点のみご注意いただければと思いますが、基本的には英検2級準級ともにこの全ての技能について出題されて、それについて対策をしていく形になります。で先ほどお話があったようにちょっと2024年度から変わってしまう形があるかもしれないのですが、今回は今までの形の試験の対策についてのお話にさせていただきますので、その点どうぞご了承いただければと思います。はい、はい、ではまずはリーディングについて問題構成だったりとか、先ほどのこうどんなような問題が出るのかというところと、どういった対策をしていく必要があるのかだったり、2級との違いだったりというところをお話しさせていただければと思います。はい、でまず準1級に関してリーディングは全部で30問という形にさせていただいておりますが、語彙の問題が25問と空欄補充の問題が2問で、空欄の数は3つで、パート3には長文読解が3問で、それぞれ問題が3つだったり4つだったりという形で出題されています。で問題のカウントはこの25問大問という形でカウントさせていただいているので、あの設問数ではないのですが、そういった形の大まかな構成になっておりまして、でもちろん語彙のところですね、25問あるのですが、20問が普通に純粋に語彙が問われるような問題で、5問ほどが基本的にはフレーズだったりイディオムだったりというところが出題されているので、幅広く知識を持っておく必要がございます。はい、ちょっと次のスライドお願いします。はい、というところでリーディングのまず語彙問題対策ですね、先ほどお伝えしたように幅広く学習しておく必要があるのはもちろんなんですが、こちらはちょっと見えにくいかもしれないんですが、あの過去問の内容から見させていただくと、こう結構職場での会話だったり職場の状況だったりという結構社会的な情報が少し出てきている出題が多く見受けられていて、まあ、学校というシチュエーションだったり、こう日常的な会話というよりかはこうプレゼンテーションでどうだったとか、なんかこうあの将来的な昇進がどうとか、そういうイメージの話が多かったり、就職がどうとかっていう話も出てくるので、少しずつ社会的な知識についてこうご家庭でも知っておくようにお話ができると良いのかなと思うので、そういった場面で英語でどんな風にそれを言うのかということも踏まえて合わせて知っておけると良いかなと思います。そういった点もやはり2級の内容と少し変わってくる部分になっているので、その点もしっかりと確認いただけると良いと思います。はい、でもちろんここは単語の問題のところになってくるので、単語の知識がだいぶ必要になってきますので、単語の知識もしっかりとつけておけると良いのかなというふうに思います。でもちろんただただ単語を暗記していくだけというのはかなり皆さん大変なことだとは思うので、こちらの右上の画像にある文で覚える単語帳というような形で、単語をこう文の中でどうやって使っていくのかということをあの覚えていったりとか、あとはこう単語帳でただただこうアナログにやっていくのが難しい方には、こうクイズレットというサイトがあるので、そのサイトでこう単語を登録して意味をちょっとゲーム感覚で覚えるというような形もかなり生徒さんの中では好評な方もいたので、そういったところで覚えていくというのもおすすめな方法ではあります。なのでこういった社会的なトピックだったり、だいぶこう難易度が高くてあまり日常で聞きづらい単語というところが出てくることが準1級では多くありますので、今まで2級でこうになんか聞いたことがあってこの単語知ってたっていうところがあっても解きにくくなってきている部分にはなるので注意が必要になります。で続いては空欄補充の問題ですね。こちら一部を割愛、あの伐採してちょっと持ってきた形にはなるので全文ではないのですが、こういったハーバーメディスンっていうようなかなりこう専門的なトピックの、ま、薬の内容というようなイメージになっております。はい、でこういった問題はこうよく問題集などで見ていらっしゃる方には既にご存知かもしれないんですが、やはり括弧の前後の文の内容をしっかり把握していく必要があり、そういった中からこうどのような単語を当てはめるか、またはフレーズを当てはめるかというようなイメージを持っていただけると良いかなと思います。はい、でこういった問題の中でまずそもそものこの内容の文がだいぶこうアカデミックなトピックといいますか、この場合でいうとハーバーメディスンなので、かなりこう理系寄りというか理科系の内容にちょっと寄ってきているので、こうその部分で難しい語彙がその分出てくるので、そのあたりを把握できているかということと、あと選択肢の中に出てくる単語もやはり
こうちょっとバットとかそういったシンプルなものから in exchange だったり in other words, never say similarly とちょっとこう幅広く出ている形になっているので、そういったところはそのどういった単語がどういう意味を持っているのか、この選択肢の単語の種類で言うと in other words とかであればこう言い換えるとという意味だったり、 similarly だとなんか似たようにとかそういった意味になるので、どういった意味がここの部分で前後の文で伝わってるかっていうのを当てはめるのに、この選択肢の単語をしっかりと判断する必要があるかと思いますので、2級の内容よりこちらもやはり難易度が少し上がってきている印象ではあるので、そういったその、まあ、科学的知識をすでに持ってなければいけないというわけではないのですが、しっかりそれを読み取れるだけの単語力だったりとか、それを判断できるだけの力が必要になってくるというかイメージでいていただけるといいかなと、はい、思います。はい、はい、で今度はこちらは長文読解対策ですね。でこちらも一部抜粋して記載させていただいているのですが、こちらはこう今回 Climate Change and the Summit ということで、こう気候変動のお話が出てきているように、かなりこう何でしょう、社会的な、こちらもまた社会的なトピックが出てきているような印象がございますので、こう今の世界でこうどういった社会問題がありますというところをやはり知っておく必要があったりとか、まあ、その中でさらにこういろいろな単語が出てくるので、先ほどの中でもこうイメージしていただけるといいかなと思っております。はい、でこれは今ワンパラグラフ、1パラグラフ分だけ持ってきた形にはなるので、だいたいこのような長さと、まあ、2、3段落追加であるような形だったり、こう長い時にはこう5段落ぐらいあったりとかっていうような形で長文が出ているのですが、基本的にはその段落ごとの役割ですね、こう段落で例えばここはイントロだからどういうことを説明していて、でここであればこう何でしょう、動物が出てきてその動物がどういう役割を持っててっていうのを説明してたから、次でこう問題提起しててとか、そういったところがどんな風に役割を持ってるかというところをしっかり確認できると良いかなと思うので、練習の際にもこう段落に例えばタイトルをつけてみるとかっていう練習をしてみることで全体の流れがつかみやすくなったりするかと思うので、そういったところはおすすめできるかなと、はい、思います。でそういった中でこうパラグラフの中でどの文が特に大事なのかとか、こうどういったところに答えが出てくるかというところはこう、まあ、問題によってもちろん変わってくるところではあると思うんですけれども、こうその中でこう今まで2級だったりとかその前の級の時にはこう文章内で言われてた単語が選択肢の中に入っていたらほとんど正解に近づけるというようなイメージがあったかとは思うのですが、こちらの準1級になってくると、もう文章内で使われていた言葉、言われていた言葉が言い換えられて出題されていることがあるので、その中でこう例えばこうこの単語が出てきたからこれが正解だというふうに選んでしまうと間違えてしまうという方が結構多くいらっしゃる印象ではあるので、基本的にはしっかりどの選択肢も確認して、あ、言い換えられてるからこっちが合ってるかもしれないとか、似たような言葉で説明されているところもしっかりと把握するようにしていただけると良いかと思うので、こうただ出てきたからすぐにこれだと決めつけてしまわないようにしっかり読み取っていただく必要があるかなと思います。はい、で特にまた最後にこのポイントなんですが、 however という言葉だったり furthermore だったり、いろんなこう間のつなぎの言葉があるかと思うんですが、そういったディスコースマーカーの付近にこう答えがあることが多いという話はこうよくあることかなとは思うんですが、まあ、もちろん絶対にそれが正解となることはあまり一概には言えないのですが、基本的にこう however だったり furthermore だったりas a result とか、そういったその結果だったり因果関係を示す部分とかっていうことはこうかなりやっぱりパラグラフの中で重要な意味を持つことが多いので、そういった部分の出題をされることが多いということで、そういったところに注目できるようにしておくのも大事なポイントかと思いますので、そういった部分もこう練習する中でも意識してみていただくと良いかなと思います。はい、はい、はい、あ、わかりました、ありがとうございます。じゃあちょっと戻りました。はい、はい、ありがとうございます。そうですね、語彙問題もちょっと自分からも速報させていただくと、まあ、2級からやっぱり準1級の語彙力っていうのが大体2倍くらいの数で増えていくので、いきなりそうですね、準1級の単語を覚えていこうとするとかなり抵抗が、うん、増えてくると思うので、まずは例えば2級の長文問題ですね、もうある程度その難しい、言葉が含まれていたりとか、あと2級の語彙問題もあれを満点取れるくらいまで持っていってから準1級に移行した方が勉強やりやすかったりすると思うので、なんか2級を
取得したっていうのでもですね、結構皆さんでその得点 の, 技能別のばらつきとか、余裕で2級を合格したのかとか、ギリギリだったのかっていうのでも状況は変わってくるので、まあ、できるだけその2級なんてもうすごく余裕だよっていう、特に語彙問題ですね、っていうところまで持っていった後に、準1級の準備をしていけると、なだらかに対策はしていけるかなというところがまず一つですね。はい。で、こちら、まあ、長文についても、はい、今いろいろ石橋先生の方がお伝えした内容で、ぜひ押さえていただきたいなと思いますし、あとはそうですね、基本的に背景知識と語彙力が重要になってくる試験かなと思うので、やっぱり分量もかなり多くなってくる中で、ぜひですねそちらの力を蓄えていただきつつ、で語彙力と何でしょうか、背景知識があればですね、例えば先ほどお伝えしたみたいな逆説ですね、 however とか but の、接続詞注目して、その後に集中して何でしょうか、読む、文章を読むっていうことができればですね、本当に簡単に回答が見つかったりはするので、なのでそういった、まあ、基礎的な力と、その英検というか文章読解の正しいアプローチを身につけて、問題に取り組んでいけば、準1級の問題でも読みこなせていけるかなと思いますので、はい、ぜひ2級今取られている方については準1級に向けて、そういったステップを踏んでやっていかれるといいかなと思います。はい、よいしょ。